今回のスリーブもめっちゃかっこよさそうじゃない？これ鎧かな？刀もあるもんね。ゲームしようぜ。部活動合体選手権ということで、今回のも合体できるっていうね。VS 本物消しカス君。ここがね、面白いんだけどさ、本当に消せるガチな消しゴムだからね、最終的には消して、この世からいなくなってしまうという、あの、ここに書いてある通りね、消しカス君のポーズは全部で5種類あります。柔術部、応援団、剣道部、ロボット研究部、で、サッカー部。この下半身が重要だよな。で、スリーブと学生証は全部で20種類あって、当たりに入っている遊べるパーツは全部で、この4種類になっておりますると。で、もちろんレアカラーやレアスリーブ、匂い付きの消しカスくんも入っているぞと。超かっこいい消しカスくん。ここね、ちょっと重要。すべて集めて消しまくれということで、最終的には消して遊ぶっていう消しゴムなんだよね、消しカスくんってね。でももったいなくて消せねえよな。コレクションだもんな。俺はね、消さないでコレクションして、もちろん遊んでる。こういう合体して、ね、合体が楽しいからね。よし、それでは、ノーマルからウルトラレアの消しカス系すべてを、多分ワンボックスで全部揃うから、すべてをゲットし、あと匂い、今回なんだろうね、匂いね。匂い。これ一番新しい消しカスくんだよね。まだ出てないよね。まだ多分出てないと思うから、一番新しい消しカスくんなんだけど、シリーズ。匂いがね、あるからさ、その匂い、あ、こう、お店で置くときはこう置くんかな。こんな感じで、おーいいね。お店この箱コレクションだからね、箱をね。じゃあまず一つ目からいきましょうか。何が出るでしょう。袋はこんな感じね。これ初めてね、100均で見つけたんだよな俺。一番最初に開封した時、100均でこんないいおもちゃが、ケチおもちゃつけ、ケチゴがあるとかっつって、ケチガスくん俺知らなかったんだよね。ケチガスくんね、まさかこんなに面白いシリーズがあったとっていう。今となってもう虜だもんね。ケチガスくんコレクション合体できるやつだし、今回特に俺の大好きな、前開けたやつは古かったんだけど、あれもね合体できるやつで、すげえ気に入ってでかくなるからね。よし、それでは開けて見てみましょうか。おお、緊張してきたね。何が出るか。一発目チョキチョキチョキになった。一発目はまずスリーブから見たいね。スリーブ、おお、ノーマルだな。ノーマルスリーブだ。剣道部かな。おお、ちち見えてる。一発目からまあこういうね、多少下品なところもあるんだけど、おぉ、面どう？なんか、これ、後ろに書いて、あ、これだ。スリーブで動かし方をチェック。あー、みんなこれ、後ろ、君のカスはどれだ？みんなこうなってんだね、後ろはね。ほうほうほう。動き方がある。で、なんかね、当たりだ、一発目から。入ってる。当たりパーツが、ほら。当たりパーツが、鉛筆だ。当たりパーツ。すげえちっちゃい。絶叫してるね。パー！これもしかして股間につけるのかな？いや、やっぱり股間につける。なんか股間につけるタイプっぽいけど違うかな？あ、こんな感じで。下品ですね。チン、オンザチンじゃん、これ。チンチン。チンチンだね。チンチン。ダブルチンチン。あー、そっかそっか。この人、剣道部だから、この、竹刀刺してるやつなのね。でも一番大事なのが、守ってないのが、もろ見えなんだが。ここ守んねえとダメだろう。ここ。で、この鉛筆を持たせて、完成ということかな。こうやって、おお、できた。シールドと鉛筆のソードで、こう脱がせるのにこんな感じになりますと。匂いついてるかな。めっちゃこれ匂いついてない？すごい、なんかシナモンの匂いする。あ、今回多分シナモンだわ。これ匂いするぞ。シナモンっぽい匂いする。あ、シナモンか。いや、シナモンだわ。すごいシナモンの匂いするぞこれ。めちゃめちゃいい匂い。シナモン。で、学生証どこに入ってんだこれ。学生証20種だよね。ケツミクジじゃないのか、今回。いつもさ、ケツに入ってるじゃん、紙。で、ケツミクジなんだけど、学生証、あ、これか。あ、これだ、これだ、学生証、今回別だ、ケツに入ってないね。学生証、名前、面堂だって。え、こいつ、面堂っていうの。名前、1年かす組、1番、入学おめでとう。で、バトル解説とか、合体ルールとか、いろいろあるぞ。いざ勝負。で、チンチン、お！わしが、くじはチンチン。鉛筆を持っていたら合体させる。合体したら、ああ、いろいろルールがいった、こう、遊び方が書いてあるんだね、これね、学生証にはね。一発目はこれ、剣道部員だったね。剣道部員。これ、あれだな。コンプリートできるか分かんなくなってきた。でも、今までワンボックスコンプだったはずなんだけど、
ちょっと、わかんなくなってきた。ちょっと、やべえ。コンプできるかな？これ、あ、でかそう、でかそう。でかいぞ。こいつは？なんだ？カスって書いてるね。セーラー服かな？顔。こいつは？応援団だ、応援団。応援団で当たりもついてるぞ。当たりのパーツは何でしょう？ドンと。これがね、当たりのパーツ。応援団の当たりのパーツと、この応援団の部員。ちっちゃい、あ、これもなんか応援してるね、ほら。ちっちゃい応援団だ。で、脱がすと、さっ、ちんちんついてる。ちんちん、まあ、こういう応援品なところもあるんだけどね。それがまあ面白い。これ匂いついてるの。あ、これ合体できんな。そっかそっか、さっきあったわ。こうやってなんか上に乗ってるやつあったわね、パッケージね。こんな感じで合体もできますよ。ちょっと匂い嗅いでみる。あ、はぁ、違う匂いだ、今度は。さっきのシナモンの匂いだった。あれがノーマルの匂いなんかな、もしかして。ちょっと待って。ピーチ。ピーチっぽい匂いする。なんかピーチっぽい匂いする。ピーチとシナモンだと思う。すげえな、匂いちゃんとするぞ、これ。全部、でも、匂いするのってレアだけじゃねえの。レアだけだったき、あ、ボンボンもちゃんと持ってんだね。ボンボン、チンチンと、ボンボン、あ、こっちは、あ、ナンバー書いてあるんだ、これ。よ、あ、横に書いてある。チンチン引っかかって入んねえんだけど。チンチン。チンチン引っかかって入んねえんだ、ちょっと。待って。チンチンが、よし、チンチン大事にね。横に書いてある。20分の8、応援団だって。レア。おー。で、ミニちゃんもいるよ、ということで。で、学生証が入っているはずなので、学生証を見てみるに、ドーン。名前は、チアダンカス。チアダンカスだって。2年生だ。カスゲミ8番。チアリーダー。おおすごいメンツだな。学生証いいね。名前とかわかるしさ、どういうキャラかわかるね。あと匂いがすげえ面白い、匂いが。シナモンとピーチ、絶対匂い違う。あの二つ。絶対違う。あの全然違う匂いしてるから、一撃でわかる。あの全然匂いが違くて面白い。で、お、これロボットだわ。ごっつい。ロボット研究部じゃない？こいつ匂い嗅いでみる。ピーチだ！同じ匂い、ピーチ。応援部と同じ匂いする、ピーチ。これがもしかしてノーマルの匂いなのかもしれんわ。ピーチが。これあのロボットだよね。ほら。すげえ。ケースロボ。ケースロボだって。すげえ強そうだよ。ごっついもん。おちんちんついてんのかな、ケースロボも。ロボットだけど、おちんちんがついてる。スリーブもかっこいいね、これね、スリーブ。あ、おちんちんの時さっきのロケット鉛筆つけるんだ、こうやって。ロケット鉛筆。ようになってるね。ギャリンギャリンギャリン。これが本物の消しゴムということなので、ガチで消せるっていうのが20分の7。さっき20分の8だったよね。なんか連番じゃないこれ。連番。さてさて、どんどん行きましょうか。どんどん行きましょうか。レアがまだ出てないからね。ウルトラレア出したいな。あの、レアのスリーブ光ってるから、多分これとこれでしょ、上下合わせて合体できるということなので、すごい。あ、これ呪術部かな。おティンティンがグリーン。グリーンおティンティン。玉袋ふぐりが見えてるな。すごいな。カスゾンビだって。おお、20分の4。呪術部。やはりそうか。呪術部ですよ。あ、ロケット鉛筆をつけるタイプだね。で、学生証。これ当たりはないね。当たりはなくて。学生証。匂い嗅ぐの忘れた。匂いちょっと嗅ぎたいね。匂いがね、すごくいいよ、このシリーズ。カスゾンビ。1年生か。3年生のなんかね、大豪院邪気みたいな。感じのなんか雰囲気あるけど。そんな感じで匂い。シナモンだ！シナモン、シナモン。でもカレーっぽくもある。いや、なんかね、懐かしい匂いするの、すごい。でもシナモンだと頭に穴開いてるが、あいつ乗せられるね、あのちっちゃい子。やっぱケシカスクが面白いなぁ。ケシカスク、あのキャラが面白くてめちゃめちゃ好き、ほんと。面白い。ちょっとお下品なところもあるんだけどね、ほんとね。おティンティンとか見えたりもするから。お、下半身だ！ケシカス4。バスケ部かな？あ、サッカー部だ。20分の15。S オールじゃん、しかも。ケースストライカーだって。ケースストライカー。ここに顔面がついてるっていうね。え、ちょっと見えにくいけど、顔面がね、ちゃんとついてるっていう。ケースストライカー。で、あ、ちょ、匂いね。匂いない！やっぱあれ特別だわ、あいつら。これ匂いない！まあ、強いて言うのであれば。普通の消しゴムの匂いかな。でも無臭だわ、これ、無臭。
そっか、今まで運よく匂いついてたんだ、あの子たち。そういうパティーンね。これ匂いしないわ。匂いしないのもある。面白いな。3年生だ。3年稼ぎ15万、ケースストライカー。なんか強そうだね。上半身と下半身合体できるぜ。いや、楽しいだね、合体ね。これで1、2、3、4、5個だから、あと、1、2、3、4列、5、4、20段。まあ、置けるな。なんとかギリで全部置けそうな感じはする。よし、次のゾーンに行きます。おぉ、まだ、ウルトラレアが出ませんね。UR が出ませんね。UR のスリーブハイクみたいんだけどな。どんな感じすごい楽しいだな、UR。UR よ、どっこー当たりあるか。あ、当たりはないね。当たりはないけど。この子はね、ちょっと先に見てみるかな。え？ケシュートだって。ケシュート。やっぱサッカーつながりなんかな？サッカー部だもんね。20分の10番のサッカーボールがあって。ケシュート。この子も下半身の合体に使えるわけだな。おー。顔面が怖いね。ケシュート。強そうな顔面してるぜ。ケシュート。おそらくモンストロね。上半身が下半身の UR が。出るとは思うんだけれども、頃合いだと思うんだよね。いい感じの頃合いだと思うんだけど、なかなか、おー、これ、ジュジューツ部だな。カエル入ってない？カエル。カエルと、なんか薬品みたいなの入ってんだ。あ、クモ、クモだ、クモ。薬品の瓶、瓶かと思ったけど、クモとカエル入ってる。ジュジューツ部9番だな。うわー、藁人形もあるね。定番の、ゴスンクイ君、思い出せ、ゴスンクイ君。で、取ると、ポッて取ると、おぉ、おちんちんにはさっきの鉛筆をセットできるようになって。で、あ！レアパーツあるぞ！当たりパーツだ！やった！ミニチュアの当たりパーツがいますね。すごい、顔がね、ちょっと見にくいんだよね。ちょっとこれで見えるかな？顔見える？顔一応ついてるんだけどさ、反省ちょっと見えないんだわ。で、ここに頭、これが本体。これが本当の本体。ガチョン！おぉ、すげえ、ついた、ついた。ここにね、セッティングできるようになってるんだよね。呪術消し、2年生だ。かすぐみ9番だって。2年生か3年生っぽいけどな。呪術部の連中なんか強そうだから3年生に見えるよね。3年生でももう2年生とかなんだよな。1年坊主が、この子1年坊主、剣道部1年坊主だってね。あ、しかも剣持ってるの、桃太郎みたいな感じで、剣桃太郎みたいな感じの。男色のキャラにやっぱ、おレアから来たぞ、見たついにレアカラー、レアカラー、応援部だもんね、これね。応援部。おー、ちょっと匂いよ。あ、無臭だわ。無臭。強いて言うのであれば、まあ、さっきも言ったけど、消しゴムとか、練り消しっぽい匂いが一瞬、ほわーって香る。ピンクのおティンティンだ。ピンクおティンティン。ピンティン、ピンティン。すげえ。で、ここに穴が開いてるから、後で合体ができるということでね。おお、これはいい。レアから出たぞ、ピンク。ピンクティンティン、ピクティン、ピクティン。ああ、ドドンカスだって。3年生だ。大豪一邪気だ。ついに来たぞ。おお、でもピンクカラーはかっこいいな。邪気っぽいね。大豪一邪気っぽいよ。やっぱ迫力があるね。ピンクカラーだったのなんか初じゃないかな。俺今まで。ケシカスくんでこのカラーゲットしたの初かも。オレンジとかブルーとかはあるけどね。もうピンクカラーは初めてかも。おーす、でも匂いしなかったけどな。レアカラーで匂いするやつがいいな。そういうのないかな。あと、お来たぞみんな、ついに UR、 しかもラッキーアイテムついていた。ラッキーアイテム。ちょっと顔が、あ、顔がちょっと見にくいけどね。で、ちょっとラッキーアイテムここに入れとくで、そって。おー、見にくいけど、ちょっと反省見にくいけど、UR って書いてるんだよね。UR サッカー部、20分の19番であると。炎のストライカーって感じがする。おー、かっこいいなー。すげえ、すげえ。めっちゃいいけど、ちょっと顔見にくいけどね。顔はこんな感じ。顔みんな同じじゃねえか、これ。なんか同じに見えねえか、匂いは。あー、シナモン。間違い、やっぱシナモンだ、これ。間違い、俺シナモン大好きだから。間違えるわけがないんだよ。絶対シナモンだよ、この匂い。絶対シナモン。これ書いておいてくれればいいのにね。何の匂いか。ゴールデンフットガス。3年生だ。来たな、3年生。おー。
あとは上をゲットすれば合体できるからね。上をゲットするのみ。こうやって並べておくだけでもマジコレクションだよね。かっこいいよね。ケチカスくんで。しかも今回学生証がさ、こう綺麗についてるからさ、いつもが丸まってケツの穴に入ってるから、ちょっとね、丸まっちゃって汚いんだけど、こう、綺麗に並べられるから、ディスプレイが綺麗にできるね。めちゃめちゃいい感じだわ。並べられる。ケツミクジじゃないから、今回は。学生証がね、普通に入ってるだけだから、綺麗に、丸まったりしないでこう飾れるから、いいね。ケースに入れて、ケシカスくん、第何弾って書いてね、並べるの絶対いいよね。いや、早くディスプレイしたいな。で、どうだ、シャローン。レアパーツ、当たりパーツはないね。ロボットだな、これ。錆びてない。でも、黄金のおティンティンが中から見えてる。黄金のおティンティンが見えてるな。これは、カスランプ。だって、カスランプ。ほうほう。1年生だ。カスランプ。トガシっぽくない？でも。トガシっぽい。油ぶろで耐えそうな感じがするよな。20分の2。N。ノーマル。よし、お前トガシだな。よし、トガシゲットしたぞ、トガシ。ゴールデンおてんて見えてるしね。トガシ、1年生。右半分に1つ UR で、左半分に1つ UR って感じなんかな。アソート的には、こう並び的には、そういう感じかもしれんね。よしよし。おぉ、かっこいいなぁ。やっぱ一番最初に出した桃太郎、剣桃太郎かっこいいね、これね。一番最初のこれ。いや、一番こいつと、あいつ合体。いや、でももっとかっこいいね。剣道部の多分 UR あるから、これ。これこそ桃太郎だろ、これ。1年生だとしたら、かっこいいね。これと、これを合体して、こんなでかくなるっていうことでしょ。おぉ、楽しみ楽しみ。早く合体しなきゃ。これは合体、楽しいな。あ、これ切んないようにしないとな。パーツがあるね。あ、これ初だ。うんち頭。うんち頭のキャラだね。頭にうんち乗ってる。頭にうんち乗ってる。で、どーん、どうだ。あー違ったね。リハとかじゃないな。ボロくせえな、1の1。ケースですけど、なんかすげえボロい服着てるけど、でけえわ、ふぐり。ふぐりがめちゃくちゃでかい。すげえ盛り上がってるもんね。サッカー部だ。足は全部サッカー部なんだね。レッドカードとイエローカード持ってる。どういうことだ？このキャラなんだ？顔やっぱ同じじゃねえ、みんな。嘘だろ？サッカー部員みんな顔同じなのか？パスミスカス。パスミスカスか！パスミスりすぎんのか。そういうパティンね。で、その上にうんちくんを乗せます。こういううんちくんをね、あ、顔こっちか。うんちくんを乗せる。下品ですなぁ、ほんと。ケシカスくんでマジで下品。でもこういう下品なところがね、俺好きなんだよね、ケシカスくんのいいところ。結構ギリギリになってきたな。全部、綺麗に乗せられるから。やっぱケシカスくん20種あるからね、量が多いからな。そりゃ、ここまで幅飛び。おぉ、レアカラー来たぞ、みんな、レアカラー。お、しかも、当たりパート付き。ラッキー、あ、今回のレアカラーは、応援部だ。応援部でダブルレアカラーあんだね。すごい綺麗な色。マンゴーの、あー匂いしないわ。これでマンゴーの匂いしてたら。でも正確にはちょっとね、練り消しっぽい匂いはするんだよね。消しゴムっぽい。でも、無臭だわ。無臭って言っていいと思う。ほぼ匂いがないっていうか。おー、で、ちっちゃい。この当たりね。すげー顔見にくいけど、当たりがいて。で、この、大魚、ペクトロスメージャー結構いいね。オスって書いてる。オス !SSR。おー、タコニシ応援団をやっぱ、応援団って言えばね。応援団はやっぱタコニシ応援団じゃない。で、おてんてんついてる。このね、おてんてんがね、結構引っかかってね、しまいにくい時あるから、ちょっと気をつけてね。痛いからね、引っかかるとね。で、紙をさっと見てみるに名前が書いてあるはず。だから、オスカスなんて団長じゃねえか!3 年生だった団長だ、団長こいつ。だからレアカラーなんだな。マンゴーカラー団長レアカラーでさ、当たりパーツついてると得した気分になるね。当たりパーツもレアカラーだからさ、すごい得した気分になるな、これいいね。よしで、いやもうそれ UR 来るぞ、これきっと UR。 なんか髪切るの怖くてね、ちょっと上の方切る。呪術部だわ。でもなんか強そうな呪術部じゃない、これ。さっき19でレア出たから20がレアだな。20を出さなければ、20を。で、匂いを。あー、匂いないわ。無臭。無臭だ。全く匂いしない。
いやー、なんか匂いないと物足りないな。なんかもったいないね。すげえ、マット、呪術、なんて書いてこれ、マット呪術、CD、マット呪術、消し D。すげえ名前なんだか、こいつ。強そうだけどな。すげえ3年生だもん。呪術部めっちゃみんな強そうだな、なんか。なかなかの迫力になってきたね、やっぱここまで集めるとね。コレクションの死骸が、あ、やべ、髪吹っ飛んでた。コレクションの死骸があるな。さすが、ケシカスケ。さて、もうその UR 来るぞ。あ、違ったか。あー、違ったなー。火消しって書いてる。応援部。ケシカス学園応援団。葉っぱが飛んでるね。3番だ。火消し。はためかす。名前。はためかす。匂いは。あー、シナモン。シナモンの、シナモンとピーチの香りがあるわ、今回。シナモンとピーチの香り。だシナモンティンティンの、あ、ほら、香り。すごいいい匂いだね。シナモンの香りすげえいい、やっぱ。3ブロック目、これで最後か。次4ブロック目だから、4ブロック目か UR あんの。そういうことか。最後の段にあるね。1段、2段、3段。4段目に UR 来るわ。とか言ってこれで来るかもしんないけど、わからないけど、それは。そしたらわからんけれども、おー、違ったね。当たりパーツもないな。で、紙を出して、この子はなんだ？学生証見てね。え？武蔵坊弁慶氏？弁慶じゃねえか。武蔵坊、あ、弁慶っぽいわ、確かに。弁慶っぽいフォルムしてるね。武蔵坊弁慶。かっこいいじゃん。すげえ。武器たくさんもう奪い取った武器をね、たくさん持ってるね、こうやって、ね、お前の武器を汚れてすげえ。で、最後にね、源のね、義経に敗れるんだもんな。カラス、天狗たちと、まあ、天狗たちと修行者。で、これ盾、あ、盾は取れないんだな。もうくっついてんだ。お、やっぱ剣道部かっこいいね、剣道部ね。すげえこつよ。で、ここの足の部分が入って、でかく足と合体できるんだな。ということで、じゃあどう取ろうかな。ちょっと取りにくいな。ちょっと映すか、前に。最後のブロックですよ。最後のブロッキー。おー、ここに UR、え、入ってるよね、絶対ね。入ってなかったら爆笑。入ってなかったらどうしよう。入ってるよね、絶対ね。UR 合体したいんだけど、絶対 UR 合体。入ってないってことないと思うけど、残り5個の中で、1個絶対 UR のはず。全部、ワンボックス揃うはずなんだよな、これ。だから、おー、古代ね。強そう。剣道部だ、剣道部。ちょっと、あれ見てみるか、髪。すげえ強そうな剣道部来たぞ。さ、名前は名前。剣道部の、消し若丸じゃねえか！牛若丸来た！よしすね、弁慶からの牛若丸！すげえ！マジか、主来たぞ、主お前。これは、すごい流れだね。まさか弁慶から牛若丸、義経来ると思わんかった。めちゃめちゃいい流れじゃん、これ。やばいな、今回これ一番気に入ったらしいね。これ、いいね。武蔵王弁慶と牛若丸、源の義経ね。このバトルを、五条大橋でのバトルをね、お前で千本目の、ちょうど千本目の太刀じゃ。いや、いいね。戦いを思い出す、この、いや、これすごい気に入った、このダブルね。このダブルで飾りたいね、こんな感じで。で、匂いは、こっちはピーチ。ピーチっぽい匂いで。はぁ、弁慶、匂いしねえわ。うわぁ、弁慶、匂いしねえわ。弁慶、シナモンだったらな。これピーチ合ってるかな？なんかね。いや、桃っぽい匂いすんだよなぁ。桃っぽい、ピーチっぽい匂いと、むし。今回のケシカスくんも燃えてるね。燃えてきたわ。弁慶と牛若丸ダブルでゲットコールできるなんてすげえ嬉しかった。マジ、これは嬉しいね。あれは絶対ダブル並べてディスプレイしよう。で、もうその言う、来たでて、でれて、でれて、伝説の戦士って感じがすんね。なんだろう、こいつ。花の刑事かな、もしかして。花の刑事、ドゥルルルルルルク、見てみるか。
ドゥルルドゥ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 ルルルル男男男が燃えるドゥルってどうだ大将軍だ消しの鶴消しの鶴また消しの剣すげえ大将軍だった大将軍じゃねえか鼻の剣士どこじゃなかったな大将軍だったわすげえ匂いはあ匂いない大将軍なのにすげえショック大将軍大将軍これやばいなしかもこう見てキラッキラのキラッキラのスリーブこれが欲しかったんだ大将軍この大将軍とさっきのあのキャッキャの下半身を合体すればで、もう最後にね、全部出しちゃった後に合体しようが。いやー、楽しいだね。UR 合体。なんか、最後に剣道部のラッシュが来てるね。剣道部ラッシュ。剣道部のラッシュが一気に来て、大将軍。いやー、かっこよかったな、大将軍。大将軍合体がすごい楽しみ。大将軍合体。超でかくなるな、これな。で、おなんだ、なんか封印を。邪王エイザス国リ…国リ派っぽくないなんかこれえなんだこいつエイザス国リ派かおぉタイマードラゴンカス風魔か忖度え、ちょっと待ってこれちょ字がちっちゃくてねモニターこっちだと見えないんだわこっちでちょっと見てみるにとこっちだとねあー風魔だね風魔ドラゴンカスだおぉ魔を封じてるのかなんだこいつ風魔小太郎で言うても、風魔小太郎の風か。だから違うか。すげえな、かっこいいね。また呪術部のかっこいいやつ来たよ。めっちゃいい並びじゃないこれ。やばいな。消しカスって最高じゃないマジこれ。かっこよくディスプレイして、このまんまディスプレイしたいな。ケースにスポーンって入れてさ。でも、5紙20の並びだとちょっと幅取るから、一応横に長くした方がいいかな。かっこよくディスプレイして、せっかく、ね、いやー、めちゃめちゃかっこいいのあったしね。びっくりしたわ。武蔵坊弁慶と牛若丸のね、義経のコンビネーションがいきなり出てきて、俺はビビったぞ、俺は。あ、これロボットだな、ロボット。で、落ちたわ。うんち頭が。うんち頭が、こう、こういう風にセッティングできるかな。うんちロケット、ボーなんか飛んでるみたいじゃないブーって、うんちロケットで飛んでるみたいになってる。こいつは、名前がね、カスタムケースロボジー。SSR だ。カスタムケースロボジー。これ匂いは。あー、無臭だった。無臭。俺匂いあるやつの方が好きだな。やっぱ、匂いあるといいね。で、これが3年生だね。学年は。カスタムケースロボジー。3年生。で、次で最後か。ブー次で最後だね、ついに。もう終わっちゃったのか。まあ、でももうそろね、新しいの出ると思うから、ケシカスくんのこの新シリーズね。もうちょっと待っておきましょう。いや、すごい。なんか、ずっと昔からさ、今まで続いてるってかすごいよね、このシリーズね。超人気シリーズ、ケシカスくんの、この、ケシゴンシリーズ。次は何が来るのか、めっちゃ楽しいですな。あ、これ、ハサミいらないのか、もしかして。あ、こう切れるんだね。こう切れるわ。うん。なんかちょっとミスったけど、ちょっとミスったごめん。こう切れるんだけど、ミスったら。よし。で、最後の一つは、何かなドン。これが最後。おぉ。消し。ロボット来たね。消しキラー。なんて書いてる？消しキラービッグか。消しキラービッグだと思った。ちょっとちっちゃいから見にくいけど、ちょっとこっち見てみて。何も入ってないね。当たりのパーツもなしで、で、これが最後の学生賞ということで、ケシキラービッグだね。やっぱね、3年生だ。匂いは？あー、ない！匂いはなしということで、これで全部揃えました。おー！この迫力、迫力見ようか、まず。いや、もうね、無意識のうちに、自然に拍手を送りたくなるね、この迫力。ありがとうございます！やっぱワンボックスで、ね、全種コンプだね。全部出てるね、これでね、間違いなくね。20種、カビ20種、スリーブ20種、消しカスくんも全部出てると思うし、まあ、匂いとかカラーはランダムなんかな、もしかして。今回俺、応援部のレアカラーだったけど、いやー、剣道部のレアカラー欲しかったね。剣道部のレアカラーできれば、まあ、でも、全部揃ったからいいや、とりあえずね。すごい迫力きたね。
学生証込みで。ただここで終わりではなく、さらなる合体が待ってるからね、このシリーズ。素晴らしい。まずURL 合体行く？いやー、そうだよな。まずはさ、UR 合体だよな。剣道部とサッカー部の合体。まずは、この子をね、スポッて取りまして。で、ドゥ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 。おー、でけえ！めちゃくちゃでけえじゃねえか！あ、そうだ。え、てか、鉛筆のさ、当たり1個しか出てなくない？あの、ソード。一番最初に出てこの、剣桃太郎の、これしか出て、え、つうか、当たりパーツ全部出たっけ？当たりパーツ4種、あ、一応全部出てるね。一応全部出てるけど、鉛筆1個しか出てなくないか。うんこ頭2個出たよな。この子も2個出たし、これ、落ちてるやつ2個出たし。この鉛筆ソードみたいなやつ。鉛筆ソードみたいな、超レアだ、持たせる。鉛筆ソードを持たせる。合体解けちゃったな。合体、ドーンできたー。これが今回の大将軍ね。大将軍。あ、見た、おちんちん見えてると思ったけど、これズボンのあれだね。ビビビビともうなんか全部ちんちんに見える。全部なんかちんちんに見える突起があったな、このシリーズ。よし、できた、大将軍。完成。あとさ、ちょっと箱にさ、書いて、あ、箱だったっけ？袋だったっけな？あの、書いてあったさ、これ、あ、これ。横の合体もしてみたいよね。この応援部にさ、乗せられるから、応援部に乗せて、このレアカラーのピンクの応援部、こうスリーブ取ってね、おてんてん丸出しになるんだけど、おてんてんとふぐりが。で、ここにこれを、ドジョーンって乗せれば、おー、できたー！ガンタンクみたいにかっこいいけど、ドドドドドって、かっこいいねー！すげえすげえ！これ武器とかも、あ、これ持てないのか、こういう風に。で、なんか頭の穴開いてる、やつらもいるから、あ、この呪術ツームのね、こいつとか。こいつらにはこれを乗せられるわけか。本体みたいな感じで。実はここが本体だよ、みたいなね。ガジョーンで乗せられるわけですな。おー面白い。これ合体があるの楽しいよね。自由にこう合体してさ、自分のオリジナルの消しカス君を作れるということで。いや、俺大将軍で行こう、やっぱこれは。繋がってるもんね、上下ね。せっかく上下繋がってるから、大将軍消しカス君で、終わりましょうか。剣。かっこよかったなこれ。これのレアカラーとかあんのかな、マジで欲しくない？レアカラー、レアカラー同士で合体できたらさらに良かったけどね。ということで、今回は、ケシカスくんのね、新しいシリーズの開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、まだ持ってない人いたらゲットしてみて。匂いがね、おそらくピーチとかシナモンだと思うんだけど、ちょ、間違ってたらごめん。本当の匂い分かる人いたらさ、コメントで書いて、分かんない。多分シナモンは合ってると思うんだけど、ピーチが不安。ピーチだと思うんだけどなぁ。あと、無臭のやつもあったし、ちょっと練り消しっぽい匂いするやつね。多分、ピーチだと思うんで、書いてないから分かんねえんだよね、これ。ネットで調べたら正解出るかなぁ。ちょ、待って、ちょ、書いてるかな、ちょっと全部見てみるわ。やっぱり書いてないんだよな。色付き、匂い付きの消しカスくんがありとしか。何の匂いとか書いてないよね、秘密の匂い。まあ、秘密の匂いだからな。秘密の匂いだから、まあ、そうだな。隠しておきましょうと。そう。多分ね、シナモンとピーチだと思う。ということで、また次回、次の、消しカス君で、お会いしましょう。いやーで、やっぱ合体できるっていいね。前回のやつ開封したんだけど、あれも合体できたからね。今度3段合体とか言ってほしくない。ドン、ドドン。4段、どうなんだろう。ドドン、ドドン。やべ、4段合体とか見てみたいね、これね。めっちゃ迫力あるだろうな、4段。立たねえと思うけど。